ありがとう。穏やかではないな。敵意を感じるぞ。なんで？ネクロノミコンを所持している。いつかこのアーカム室に入れていた
滅をもたらすのです。今ならまだ間に合う。ネクロノミコンを手放す。大十字クロウ。マレに指図されることではないわ。クロウを主に選んだのはわらわだ。クロウこそが我が主となる器にふさわしいと認めたからだ。人間の物差しでわらわとクロウを測るな。ネコたちは先を知るようなことができるような領域ではないのだ。クブツガ、ネクロノミコンはこう言っているが、君の意志はどうだ。俺は、やつが、ブラックロッジが許せないから。君が戦う義務などどこにもない。人は人の世界で生きるべきだ。あんな奴を、あんな邪悪がのさばっているのを知ってしまって、でも知らんぷりして安穏に生きれるほど俺はずぶとい神経してねえよ。そういうことだ。分かったならいい加減手を離さんか。それが答え。大十字。ならば、私は君を敵として認識する。敵、俺がメタトロンの敵。あの鉄仮面に言われたこと気にしておるのか。ほら、なんとか言ったらどうだ。まったく、いつまでもうじうじと、めめしいやつだ。なんだ。魔術的な匂い、間違いない。クロ、近くにわらわの断片がある。次に来たか。行くぞ。ああ。
俺は助けてくれ。おいおいおい、待ちやがれ、そこの雲野郎。ふむ、もしや。なんだよ、今度は俺を獲物にするつもりか。残念だったな。こちとら赤貧生活で栄養足りてないから味はイマイチだぜ。そうやって己をいじめるの。ししまった、雲の糸か。これは魔導書のページ。やはりそうか、クロ。あの怪物こそが我々の求める断片、わらわの一部だ。こやつ、人の使命を糧に実体化したか。実体化だって。かけらとはいえ、キャツもまたわらわの一部なのだ。検索完了。雲の力、チャツはアトラックナチャに関して記述されたショーが実体化したものらしいな。アトラックナチャ、ウアミタドレスタンの地底に広がる底なしの深淵に巣を張り巡らす雲神の名だ。詳しい内容は今のわらわにはわからんが、何せ肝心の部分チャツ自身が握っているのだからな。俺はどうすればいいんだ。どうやってあの雲女を元のページに戻す。タチの術式に強制介入し、わらわの式に書き換え正常化させる。まあ、それはわらわのやることだ。我はあの雲女を捕らえてくれればよい。捕らえるっつったって痛めつけても構わん。弱り魔力が失われれば無力化するだろう。捕まっているのは俺だよな。うわっ！うわあ！
待て。遅い。大丈夫か、クロー。待っていろ。今ディスペルする。助かったぜ。さあ、仕切り直した。しっかりしろよ。逃げるぞ。分かってる。あの誰か助け。あいつのねぐらかな。どこから襲いかかってくるかわからん。注意しろ。奴は力が安定していない。だから人間を捕らえてその精気を吸おうとしている。特に魔術師であるナレ、ましてやわらわの主となれば最高の獲物よな。まったく勘弁してくれ。
それじゃあさっきと同じだ。魔力感知器教えて、ダウチン君の針が触れたのでやってきてみれば。なんそうか、そうであるな。アルアジンの断片を追えば確かに第十字クロー貴様が姿を現すのは道理。さあここであったが100年目、覚悟するのである。